今日ちょっとね、はい、海釣り、キス釣りに来ました、はい、レモンさん、はい、釣りガールとして今高橋魚心チャンネル、はい、今釣りガール48人揃えるっていう48ですか。48釣りガール48、はい、で今あの1期生じゃないですけど、こっからどんどん増えていくんで、こっからちょっと頑張って人気ランキング投票もやっていく予定なんで。先輩ずその前に48人集められるか石村さん。いや今のね高橋さんのやる気だったらいけると思います。とりあえず頑張りましょう。頑張ります。キスするんで、釣れるかな。はい、キス釣り、はい、やったことある。ない。あ、釣りは、釣りはあります。あ、釣りはないです。ないの。ない。投げれない。ない。いや、投げれないですよ。あ、練習から行こう。練習からで、投げて教えるから一匹釣ろうきょ。釣りなんですけど、リールがあって竿があってパーッと来て、この重りをまずつけます。で、このキスの投げ釣りなんで、これをつけて、あと青虫でちょっとやってみようと思います。方、わかりました。はい。で、これをこれね、このサルカン、これを今糸ここに結んだから、ここに引っ掛けてあげるだけ。皆さん、海釣りはね、ワームでもいいんだけど、僕餌が好きなんですよ。これ青磯目1000円分です。これを餌にします。ここでキスが今日釣れるかな。こんな感じで釣りに来ましたけども、石丸さん。はい。今ね、うちの社内で石丸さんのセクハラ問題になってんですよ。はい。だって昨日カメリンとも議論して、そう、なんか何気ない、その何遠回しなセクハラが、今日やめてくださいね。今日はやめますので。やめてください。やめです。レモンさん、どう思いますか、そういうセクハラ親父について。そんな別に抵抗はない、慣れてる。もっとすごいです。私も。え、どういうことですか。なんかもう、ちょっと出しに行くじゃないですか、こうやって お酒を。あ、そしたら、うんうん、こうなんかプエって触れる。お触り。石丸さん、そんなことしていいんですか。石丸さん、いいんですか。よくないですよ。そんなことしていいんですか。あの、うち当社は指一本触れたら110番してください。あ、分かりました。触れた時はね。分かりました。それもやばいね。それもあって、うん、だけどちょっとみんな気づいてなかったんで、うん、静かに黙っといて、うん、でそしたらその後ぐらい酔っ払ってくると、うん、だいたいなんか興奮すると、うん、反論すると、お前なんだお前このクソバス、パンツ脱げっていう店で、はい、働いてます。ちょっといや、ちょっと僕もそこ行きたいですね。練習中だけど、コツ分かった。あ、で巻くときはこれをこうして、こうなって巻ける。で巻いて、巻けたでしょ。ちょっと皆さん、これ石丸さん本当に初めて釣りしてるから、はい、今ねキャストから練習してます。マジで初めて。じゃ、もう一回投げてみようか。みがちゃん投げれた。はい、センスあるかも。よし、行くよ。運動神経いいんですよ。もう一回そうやって、もうちょっとかな、もっともっともっと。あ、でストップ。こう引っかかったら、こういうとこで糸が絡むことがあるね。絡んでないね。巻いて。硬い？大丈夫です。あ、じゃあ、あ、もうちょい出そうか。そのベールで調整して。あ、もうこんぐらいかな。いや、巻こう。なんか親子みたいだね。そうですか。うん。そうですか。親子っぽいよ。お父さんの年ですもんね。うん。あ、でも僕精神年齢はまだ19なんで。ちょっと待って、石丸さん、はい、ここの5分でワンチャンとかやめて。マジでそれはやめよう。もうね、いやいや、そんなわからない。いや、で娘と同じぐらいの年だから、あの、はい、石丸さんもワンチャンやるのやめて。いやいやいや、そんな何回もチャンスあります。何、高橋さん48に入れるんでしょ。いや、チャンスとか何言ってる。三上さんどうすか、恋愛対象になりますか。いや、ちょっときついね。37までだね。そうですね。やっぱり石丸さん、あの、年齢マックス37なんだよ。48とかなったら、はい、きついですよね。パパっすね。パパだ。高橋さん、僕もこれ何、もういいよ、それで OKOK。 いいですか。ついてりゃいいから。いいです。もう針で引っ掛けて。気持ち悪いんで。ついてりゃいいよ。いいです。ちょっとミカちゃん、頼むわ。釣れる気がします。ああ、釣るぞ。あっちの、こっちの方がいい。どこでもいいよ。砂浜にキスいるから。レモンちゃん、どうですか。ちょっと一匹釣るまで帰れないですよ。全然戻ってこない。何がどこに飛んでたのかも。
わかんない。いや結構飛んどったね今。結構飛んでました。飛んでた。でもっとゆっくりかな。めっちゃゆっくり巻いた方がいいかな。でその時に生物反応が、あ来た来た来たやろ。来たやろ。巻いて。来たやろ今。えビクビク来たやろ。さっきから。釣れてる。釣れてる。ゆっくり巻け。巻いて巻いていいよ巻いていいよ。どんどん巻いていいよ。釣れてるよ。キスだよ。本当に？今ビクビクビクってなったから。ナイス。本当に？レモン来たぞ。本当ですか？巻いて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 、なんかついてる。あのね、待て、早く、はいはい、おわ、釣れる釣れる、キス、やばいやばい、やだ、来た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 、え、やったー、うわー、やったやったー。ちょっとレモンさ、今さ、竿先がさ、ビクビクってなったから、その、高橋さんが来てくれる前からビクビクしたけど、これかなって思いながら、これ、わかんないな、これ、キスの天ぷらって、嬉しい、すごい、 めちゃめちゃうまいよ。ちょっと感動した。だってさ、竿先がビクビクってなって釣れてんじゃうかと思ったら、嬉しい、やったー、3投目3投目で釣れました。石丸さん釣れた。おお、やるじゃないですか。よし、じゃあこれをあの青いとこで生かして、はい、ちょっとこれ持って向こう行こう、向こう行こう、逃がさんように。石丸さんが天ぷらにするぞ。つけてくれた餌で取れました。あ、本当に。おお、あのヘボヘボ、いやいや、もうついてりゃいいよ。やっぱキスいるじゃん。やった、嬉しい。これはやばい。え、初釣りで。初釣りで。うん。これ俺思い出の男になるんやない。いや、もうやめる、島根田。あ、島根田おじさん。これで。あの、あ、来た来た。身が来た。それ島根さん、それ入れといて。来てる？いやいや。感触ある生き物の。嬉しい。いるぞいるぞ。いるぞ。みかん。いなかった。あ、バレた。あ、ここちょ、どれどれどれ。カニおった？どんなカニ？うわ、ナイス、みかん。イエーイ、これだよ。ちょっとこれ全部食べるよ今日、天ぷらにして。やったー、持って帰るから。目標達成。どんな感じやった？なんかツンツンツンって。めちゃめちゃおるね。ツンツンタイムやな。よし、じゃあこれを外してあそこに逃げずないように入れて。はい。何がおるん？何がいるん？カニおった？どれ見せて。ナイス、ドーマンガニ。カニやば、こんなんおった。釣り中時間に見つけちゃった。ナイス、よし、皆さん来ました。キス釣りしたらこれ珍しいカニだね。さっきもおったね。よっしゃ。え、これ何ガニだろう。初めて見ました、そのカニ様。丸ガニだ。かわいい、めっちゃ、もうめっちゃビビってる、かわいそう、うん、ごめんね。いや、格闘しました。おった、潜ったの、また。マジで。また出てきたから。これ見えて見えたんや。また捕まえておったら。あ、魚も釣って。やった、やっぱ日本海おるわ。石丸さん待って、この珍しいカニ捕まえた。レモンがこれ固まっとるね。丸ガニ、クリガニだ。でこれを入れて、問題はこうチャックしっかりして、チャック、はい、で、あの酸欠ならんように沈めて。僕も高井さんもチャックよく締め忘れますからね、ズボンの。そうやな、石丸さん今日もワンチャン狙いで行くんだ。まだまだやったって。行きますよ。うん、ブレーコーだ、はい、こっからブレーコーだ。ちょっとね、慣れてきたの。慣れてきたろ、はい、ブレーコーいいですか。いいぞ。よし、レモンちゃん、こっちですか。あ、ちょっと待って、なんか絡んでるか。え、引っかかった。根がかりもある。あ、根がかりか。ちょっと僕がやりますね。釣れとるって根がかりじゃないって、それ。でかい。え、わからん、まあまあ引いたよ。いや、でかい、カニカニカニ、カニ。ゆっくりゆっくり巻け、カニカニ、渡りガニ。ゆっくり巻くんだ。巻いてゆっくり。カニカニ逃げるな。巻いてゆっくり巻き上げて。もう巻けない。巻いて、あ、渡りガニ。あ、これ石丸さん捕獲。やったー、渡りガニだよ。言いがかりじゃねえよ。すごいね。うお、俺も当たっとる、俺も当たっとる。当たっとる、当たっとる。俺もカニだこれ。何連チャンやんこれ。俺もカニだこれ。カニ。うわー、カニ、カニ道楽、カニ道楽。俺カニ釣れた。ちょっとこれ、はい、はい、行きましょうか。はい、行こうか。俺も釣れた、石丸さん。はい。連チャン。これまつ、お祭り。で、釣り師がやったーったら、これで殴り合いの喧嘩が。ありがとう。石丸さんこれた。あ、任せて。それやるわ。まずちょっとカニ外そう。一個ずつやろ。うん。これさ、置いときますね、下に。うん、はい、あるやん。
来たここ。でもこれは俺も怖いわ。うん、ここ？これはだって噛まれた。挟むやつが。何ガニなんですか？渡りガニ。渡りガニ美味しいやつや。食べれますか？ただちょっとちっちゃいから食うとこが。お味噌汁にして食うとうまいよ。そうだね。うわー最高。マポショー探してきますか？あ、持って帰る？いや、いらない。ちょっと、レモンさん、どうすか？楽しいです。いや、ちょっとあのいきなりキスキスカニ、渡りガニ、そして手掴みで丸が栗ガニ。あれ何、なんとか栗ガニだったと思うんだよ。え、栗ちゃんですか？ああ、すいません。どうしますこの人。パンチいいですよ。てか、左ストレート。石丸さん、ケツキックもらった方がいいんちゃう？エンディングで。その時の気分にやりましょう。いや、僕ね、うん、この前の高橋さんの動画で、うん、人間椅子。人間椅子を。あれやってほしい？確かにいいです。マジで？ちょっと、はい、どう思いますこの人。要するに、はい、この上に乗ってほしい。上にこう犬みたいになって、人間木馬じゃないけど乗って耐えれるかみたいな、はい、それ根っからの M か。可能ですか？可能ですね。あ、ひとさやが同時に乗りますよ。じゃあ同時に、同時に耐えてもらって、ね、その時はちょっと軽く見下す感じでしていただけると上から本当にいいんですか？それ知らん。それはいや、みかんちゃんガチ切れかもよ。そう、あ、みかんちゃんガチ切れのみかんで。いやでも僕これつけてますからね、さっきからこれ。ああ、そうだよな。ちょっと感謝、ちょっとじゃあご褒美、ちょっとご褒美として感謝してるんで、ちょっといいマジでやる。じゃあこのカメラと TikTok 用2回やらせてやるよ、はい、感謝しろ。わかりました。みかん来たか、はい、ちょっとみかん、みかん、ちょっと反応して。来ました。よっしゃみかん、すごいな。やっぱり釣り経験があるだけ才能あるぞ。来なかった、うん、いや外れたんだわ。ビクビクって来たんでしょ。来ました。ここもあのね、ヒュッキングしないことがあるんだよね。サオサキがバーンなったから。よう見とるな高橋さん。サオサキがビクビクになったから。レモンちゃん釣り取る？取らない。外れたか。レモン頑張れ。サオサキがねビクビクってなった。まあ外れてる可能性もあるし、ついてる。あー、バレた感じですね。取れとる、取ったんかもしれんね。うん、あ、じゃあつけようか。はい、石丸さん、はい、でもじゃなかなか対応力あるでしょ。そうですね。ああやっぱりね、ああ居酒屋でやりよるだけありますね、仕事を。ああ無駄にパンツ脱げって言われてないだけ。ああ笑顔。僕も脱いでいいですか？いや、いいよ、脱いでいいよ。別に俺はカメラ撮れんけど、脱ぐなら脱げや、勝手に。本当にいいです、ね。うん、それでもさ、石丸さんの夢がさ、これをやりたいって言うんだから、おかしくない？要するにマントを着て、下こう脱いでて、ねえねえねえって言って、ちょっとそれじゃあ今練習してみよう、それ。ちょっとやってみて。ポーズだけ。うん、ポーズだけ。やばいでしょ。ちょ、これはお父さん怒られるかも。でもお父さんから、俺、そうそう、ナンボさんのお父さんからあの、じゃあただあの攻撃的にやってもいいけど一線は越えないでって言われてる。いや、そうでしょ。いや、僕ちょっとそこが気になるんですよ。いや、タイの子供すごい、めちゃ川じゃない、愛媛じゃないの、瀬戸内海じゃないのに釣れるんですね。そう、これマダイの子供。おー、ビクビクビクってきて、うん、タイの赤ちゃん可愛くない？天然の、はい、逃がすよこれは、うん、めちゃすごいでしょ。すごい、ビク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 って。これはもう逃がそう。ほら、ほら、おー、さすが。お、釣れたかもしれん。反応は？え、なんか今跳ねたんですよ、目の前、そこら辺で。手はビクビクする？したような気するんやけど、そうかな。え、違うかも。とりあえず巻いていく。巻いてきます。はい。あ、止められちゃった。嘘、来てる？ちょっと巻いて巻いて。ちょ、みかちゃん頼むわ。いる？いる？あれ？食べられてんの？逃げる。いや、だから外れたんだよ、あ、ゆっくりだからちっちゃかったかもね。あ、ビクビクビクってきたんだ。前で姿確認したのに。あ、レモンちゃん釣れました？釣れました。イエーイ、イエーイ。よし、キスや。よし、ゲット。え？あ、本当や、違う。
ハゼ、うん、ハゼ、ハゼ、魚が違う、はい、カメラ撮ってキスと、これがハゼ、ハゼじゃん、かわいい、ナイス、ダブル、ハゼ食べれます、ハゼって美味しいんじゃないの、うん、美味しいかも、やったー、おーすごいな、さすがやね、さすが、撮る、ちょっと地合いに行って、地合いに、あ、俺が撮ってあげるわ、ちょっと待ってよ、巻いて巻いて、もう一気に一気に、いた、いた、タイヤ、お、タイヤって、タイヤ、ちょっと帰れ、俺も逃がしますか、ちょっと待って待って待って、でもせっかくやけどね、タイはあれなんで、その法律で何センチ以上逃がさない、うん、これは地雷になってる、え、何センチ以上は何センチ以上なんですか、何センチ、これ何センチ、何センチ、これ、これは7センチぐらい、7センチぐらい、うん、タイヤ、すごい、タイヤね、初めて釣った、すごいすごい、かわいいですね、うん、高橋さんにのけてもらおう、高橋さん、あ、ちょっとトゲがあるんで、あ、ちょっとこれメゴチね、うわっ、あ、メゴチ、メゴチ、メゴチ、次、タイ、タイ、これは、これは逃がさんとあかんね、これは逃がさんと、逃がさないんで、何センチ、なんかかなり引いとることだな、え、根がかりと思ったらカニや、メゴチ、メゴチ、アウチじゃなくてメゴチ、メゴチ、メゴチ、オッケー、これちっちゃいで逃がしても、あ、とりあえず一人よ、絶対、いや、はいか、巻いて、これでかいやろ、あの、手にピンに来るでしょ、これキスかもよ、いや、早く巻いていいよ、大丈夫だよ、離れないわ、気にしたんで、キスやったらいいね、キスだったらいい、もうタイかわいそう、キス来い、タイか、なんだ、でかい、タイの、うわタイだ、いいて、自分タイ釣りの名人やな、もういいて、でもさ、タイ釣りでしょ、キスより、はい、あ、だからまたタイかなって、めっちゃいいよ、レモンちゃん、さすが、3回連続タイです、さすがっすよ、キスが欲しい、まあ、逃がしてあげようか、はい、逃がしましょう、やった、もう5匹目ぐらいやん、キスだといいな、来た、来た、みかん来たか、来た、でかい、いや、そんなに、キスじゃない、うわ、食べる気がする、キスじゃない、あ、食べた、あれ、バレたね、あ、うん、あ、どんまいどんまい、惜しかったね、惜しい、うん、